破壊すべきです。休戦を。ハデスは闇の世界に属する者。名前も名乗らん男がお代官様に合わせろと。名前も名乗らん男がお代官様に合わせろと。何する？敬語はよせ。クレイグデイ、紅茶セット2つ。早速だけど、アジズ氏に暴行した2人の少年は逮捕した。命か？無事だった。もう1人はジョン・ウェールズ、通称メタル。この子のことでようなんじゃ？君の情報やかい？やつはクズだ。ギャングだし。もみ消せって？今夜飲もうか。おいおい、なんだそれ。父兄が役を盗んだのか。名前は？ブランド・ストークスだ。手を借りたい。フォルズは中にいる。召喚状だ。違反切符。公共の場で動物の排泄物を放置した。お前の馬が道にクソをした。みんなそういう変な子供だ。通気教の衛兵隊長は国一番の権力者の腹心だ。ヨーロッパ一恐れられている剣士さ。悪い奴に喧嘩を売ったな。アトスは一見冷たくて愛想がないが、騙されんな。我が同僚はこう言いたかったんだろう。俺たちは過去の遺物だと。格式は無用だ。他の神が見てはいまい。ここでの立ち居振る舞いには気をつけよう。人間に我らの真の姿を見せてはならぬ。人間としてだ。神としてではない。友であり師だ。彼は危険を恐れぬ。苦痛も敗北もあざけりもだ。彼が唯一恐れるのは愛する者を守れないことだけ。それがテセウスだ。人間を率いてハイペリオンと戦える者を探せばテセウスしかいない。おとといの夜、少女と母親が殺された。犯人は窓に仕掛けを施し、釘を打ったように見せかけ窓から逃げた。この手口に心当たりはないかね。どうだポーさん。複数の目撃証言によれば、君はおとといの夜、港の近くの酒場で酔っ払っていたとか。共犯者がいればあのような犯行は可能かもしれないが、まず君じゃないだろう。それでも君の想像力がこの恐るべき犯罪にきっかけを与えたのは事実だと言っていいはずだ。そんなことくらいだったら自分でできる。お前らがぶち壊した全てを元通りにしろ。時間を戻してもらおうか。これだから二流の犯罪者。お粗末でヘドガティ。人間は逆境の時に身の程を知るという。お前はどうだ。俺はお前らと格が違う。俺は誰だ。言ってみろ。俺は一体誰だ。シリアルキラー。冗談よ。俺は一人ずつ殺していくようなセコい連中とは違う。一度に大勢やる。前回の仕事の分け前だ。少し多めに入れてある。前金と思ってくれ。次の仕事のだ。今進行中だ。大丈夫か。よし、聞いてくれ。ホブスのいつもの使えない部下とは違った。どんな連中なのか知る必要がある。今夜はそのただの犯罪者にやられるところだった。甘く見ると痛い目に遭わされるぞ。レティは覚えてないんだ。名前と記録じゃ足りない。個人的情報が欲しい。私生活などを詳しく探れ。弱点を見つけてそこを攻める。この樽の持ち主を知ってる。エルフとの間に何があったのか知らんが、いい別れではなかったな。町へ入るには棟梁の許可がいる。森のエルフとの交易で財を成している男だ。スランドゥールの怒りを買うようなことは決してしない。まあな。それには忍び込むしかない。金をよこせ、早く。捕まりたくなければ言う通りにしろ。先に番人がいる。最後の手だ。トルコが国に攻め入ってくる。その力があれば奴らに勝てる。民を救える。妻と子もだ。それは違う。私はドラクルの息子。罪なき者を守る。周りをよく見ろ。これ以上の死はもうたくさんだ。すぐに冬が来る。生きることを考えろ。病人、弱い者のことを。立てる者は怪我人を見ろ。力のある者は俺に続け。使える者を引き上げる。住処を探す。あの山にある金は呪われている。約束分だけもらえばいい。町の再建に入り用なだけな。当林一行は何とか生き延びていたか。心配ない、アルフリド。金は皆で分けてもまだ余る。だったら何時に来ればいい。そういえば誕生日プレゼントがまだだったな。嫌われてるからな。まだだ。もっと酒がいる。酔っ払わないと。ダメだ、落ち込んで何もしない。
君みたいな女と結婚したかった。完璧な胸だもんな。なあ、いつか君の中に思いっきり入ってみたいもんだ。そうか。ロエンダさん、問診票が嫌いだね。私と気が合いそうだ。問題ない。診察すれば一発だ。メモによれば痛みがあるとか。上の奥歯から見ていくとしよう。開けて。うん、見ただけじゃわからないな。じゃあレントゲンを撮ってみよう。妹さんの紹介だったね。心当たりがないな。ビアンカか。なるほど。何のことだかさっぱりだ。すまないが、私が欲しがるものをビアンカが持っているなんて、あの美貌は特別だけど。アブディックが釈放された。証拠不十分だ。逆に俺のことはあれこれ警察に喋ったらしい。メガンが一緒にいたってのはやつなんだよな。確かじゃないと困る。警察に疑われ。やつが告げ口した。俺が嫉妬深くて束縛すると。虐待してるとも言ったらしい。妻が出てった時俺は追わなかった。心配の電話もしてない。俺はスポーツバーへ行って飲んだくれてたんだ。いい本持ってるじゃないか。ああ、いやない。でもまあ本は本だ。夕食のテーブルに。今夜一緒にどう？忙しい。いや、ルフ、釣れない女こそ何よりも素晴らしい獲物なんだ。ベルの魅力なのさ。俺の気を引くために媚びを売るような真似はしない。あれなんて言うんだっけ。ものすごくそそられるじゃないか。え、君ほど大胆で魅力あふれる人は俺見たことがないよ。誰も釣り合いはしない。俺たちの子供はすごく可愛いだろうな。英雄の出番だ。いい飛行機だ。俺がいただきたい。忘れるかよ。サイファーによろしくな。守備よし。ワンダーウーマンがヒットしたのは私のおかげ。私の作品だよ。限られた理解力しかない人間は作品を見てそのような単純な説明に行き着くようだね。心理学は若い科学だ。ハーバードでも素敵な女性が多い。姉妹校のラドクリフでもね。哲学科から独立したのはつい最近のこと。独自の実地調査を始めたばかりだ。今学期は感情について勉強していこう。特に感情と嘘との関連性をね。眠れなかったよ、ラズロ。しばらく続きそうだ。見ればわかるだろう。全部書いてある。それが俺への評価なら、どうして夜のお楽しみから引きずり出して一生眠れなくなるような事件現場を目撃させた。少年の遺体だった。少女が着るような服を着たな。動物に襲われたように引きちぎられてた。俺だって内臓くらい知っている。失礼、ミス・ハワード。あの社会面の記事は単に挿絵を書いただけだ。こちらはドクター・ラズロ・クライズラ。スーアン、ここで働いてたんだ。元気？どうしてた？こいつに予防接種をしたいんだ。主治医がフロリダへ引っ越したから新しい病院を探してて。会えるなんて嬉しいよ。いつ以来かな。15年ぶり？20年？年を感じるよ。嫌になる。いや、あとよかった。そのうちゆっくり話そう。マギルズパブ知ってる？仕事の後こいつを引き取ったら行こう。俺は10周年には出てそれきりになってる。妻が嫌な思いしたもんだからさ。ああ、ガンだった。どうしようもない。君の嵐のような人生に乾杯しよう。私の客だ、チャールズ・キャベンディッシュだ。どんな役どころが似合うかな。悪い奴らに。安っぽいメロドラマだよな。分かってる。マルコムおじさんに目をつけられたらフィアンセだろうが奪われる。見た目はこんな感じだ。もしこのシナビとオリーブが700億ドル持ってたらな。新婚の二人とクルーザーでモナコへ行って週末のグランプリを見るんだ。私はイギリス人なんでね、自虐ネタが好きなんだ。ベロベロによってお祝いムードをぶち壊すのも面白いじゃないか。数日前、君は海軍に志願書を提出した。なぜだ？父親は大尉だった。だが応募書類には書いていない。君自身士官学校に入学しているが17歳で退学してる。チェスが好きだと書いてある。君の経歴は興味深い。我々が育てたいと思える資質を備えている。知性が鋭く冷静沈着。うちに抱えてるその怒りも役に立つ。何より君はまっさらな鍵だ。さまざまな扉を開ける可能性を持つ。再出発をしないかと誘ってる。軍事訓練1年に現場勤務を4年。飛行経験は十分にある。難しくない。お前もしっかりな。これがお前らの戦う相手だ。空母4隻、航空機約250機、そして世界最大の戦艦
やつらに一撃食らわせよう。頼んだぞ。リンゼよ、信じたいよ。我々はこの戦いにかけてるからな。こんなこと言うのもなんなんだが、生意気なお前の方がいい。そうか、部下が墜落して自分を責めてるんだろう。だったら部下を勇気づけて一人でも多く連れ帰るんだ。私たちが開発したクララロンは脳内に侵入することはありません。つまり依存の元になる受容体と結びつくのを防ぐので、依存症になる可能性を大幅に減らすことができました。服用は1錠ずつ1日2回、依存行為の発生率はオキシコドンの4分の1未満にとどまります。クララロンは本当の意味で初めての依存性がない鎮痛剤です。お集まりの皆さん、これこそが探し求めたものだ。さあ共に祝いましょう。4つの殺人は同一犯と思われる。捕まえるのを協力してほしい。彼のような男は機会があれば再び罪を犯す。